僕らの音楽。今夜のお客様はゆいさんです。デビューから2年半にしてセカンドアルバムは60万枚を売り上げ、ヒットチャート1位を獲得。今年の11月には日本武道館でのライブが決定するなど注目を集めています。対談のお相手は女優竹内優子さん。ゆいさんのデビュー曲が竹内さんのドラマの主題歌に抜擢されて以来のお付き合いとなるお二人が久しぶりに再会します。そして徳永英明さんとのコラボレーションもお送りします。この番組はゲストが今一番会いたい人と対談する音楽番組です。いつも音楽のそばに、僕らの音楽はキリンビバレッジの提供でお送りいたします。どうも、こんにちは。お待たせしました。ようこそ。よろしくお願いします。はい、デビュー当時からお世話になっているということで、今日久しぶりにお話をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、一つ、いや、私はそうゆいちゃんと出会って多分もう3年ぐらいは経ってるはずなんですよね。相変わらずこの2人の微妙な空気みたいなんだろうかすごいですよね、3年も経つんですね。初めてお会いした時はその不機嫌なジーンのドラマの打ち上げ、はい、ですね。ちょうど私の誕生日がその打ち上げの日と近いから、はい、その時に主題歌と一緒にゆいちゃんが目の前でバースデーソングを歌ってくれたと。はい、気持ちを込めて歌わさせていただきました、はい、最初に会った時に、初対面ぐらいの人とはあんまりこう思いっきり目を合わせて会話をしない人なのかなって思って、はい、でも歌い始めた時にこっちの目をこうバッチリ見て歌っているので、はい、なんかドキッと射抜かれまして、うん、歌い出すと確かに、ちょっと勇気が湧くかもしれないですね。分かんない、うん、私はどうでした？デビュー間もない頃だったんで、単純にすごいテレビで見たのと同じ人だじゃないけどじゃあやっぱすごい小さいというか細いんだなと。ああ、美しいですね、やっぱり。ありがとうございますすごいと思う。竹内さんが出演し、ゆいさんが再び主題歌を担当した映画クローズドノート。私出会ったんです。沢尻エリカさん演じる女子大生は、引っ越しをしたばかりの部屋で前の住人竹内さん演じる教師の日記を見つけます。それを読み進めていくうちに運命の恋に導かれていくというラブストーリー。いよいよ明日から公開となります。あなたに出会えて本当によかった。また竹内さんは女優業の傍ら、初のフォトアンドエッセイ旅本を出版。竹内さん独自の視点で書かれたコメントや観光スポットが載ったこの本は、人気のリゾート地タヒチで撮影されました。旅行とかで行ってみたい場所、行ってみたい場所、うん、だいぶ前になるんですけど、旅本という本を出すためにタヒチに行ってまいりましてですね、はい、何がしたかったのかというと、ただのほほんとしたかったみたいなドッキリショットはないし、まあ、セクシー系でもフェロモン系でもなく、のほほんとしていて、うん、ああいう海っていうのはナマコとかいるんですか？いた、うん、もうこのくらいの黒いナマコちゃんたちが、黒かった。でもナマコってびっくりすると、お腹の中のものを出しちゃうんだって、まあ、なんで？要は内臓を全部バッて出してしまって、相手をびっくりさせて、こう身を守ろうとするらしく、ちょっとびっくりするな。でそれを人が実際やったらどうなるんだろうって、例えばこういわゆる男と女の世界でですね、よく私のことを好きなのは見た目それとも心みたいなのがあるとするじゃない、はい、でよくありがちなのが、そんなの両方に決まってるよみたいな。
でもそういう時にナマコみたいなことができたらなんて答えてもらえるのかななんてことを一人で妄想する時があって、そういうことをその本のタヒチ島のあの綺麗な写真の横にこうつらつら書いてたりして、へえ面白い、うんうん、ぜひ読んでみてくださいゆうちゃん逆にどっか行きたいとか。海外実はまだ一回も行ったことがないので。本当？うん。で似合いそうって言われるのが、うん、まあ、ロンドンって言ってくれたり、うんうん、似合いそう、まあ、音楽聴いてる音楽とかも、うんうん、ロンドンとか多いし、趣味は、趣味ですか、うん、防災用品集め、うん、うん、すごい変わってますよねいざという時の避難袋とかを開けて、うん、中身をチェックしたりしたりとか、うんうんうん、あとはこうそういうグッズの売ってるコーナーとかに行くと、うん、新しいものを見てはちょっと買ってみたりとか、あ、前ゆいちゃんにあげた、はい、3日間生き延びられる箱はまだちゃんと取っといてくれてるのかなと思って、取ってますね。持った途端にすごい重かったの覚えてるんですね、うん、お、重っみたいな。3日間の重みですよ。3日間の重みですよ。これが命の重みですねゆいちゃんは、うん、私はですね、うん、普段ライブハウスに行ったりするのがもともと好きなんですけども、この間プロレスに行ってきました。何プロレス？全日本プロレス、おうん、にたまたま行く機会があって行ってきたんですけど、うん、なんかロープがこう体当たったらビヨーンみたいな感じが見えたりして意外だな、なんか、なんかあの、うん、新しい世界ってすごいなと思ってびっくりしましたね、うん、プロレスか。ジュゴン、ジュゴンが、はいはい、はい、私のこと嫌いじゃないよね。あ、でも大丈夫だよね。緊張してるだけですやっぱ先輩ですし、あ、うん、一応まあそういうことにはなってるけれどもだよすごい緊張しますね。大丈夫だよ、別に噛みついたりしないしうん、今夜のコラボレーション、お相手は徳永英明さんです。先月発売された女性アーティストの名曲をカバーしたアルバム「ボーカリスト3」はヒットチャート1位を獲得。以前発売した「ボーカリスト」2作品を含めシリーズ全てがヒットチャート10位以内にランクインし話題を集めました。今夜お送りする曲はゆいさん8枚目のシングル曲チェリーです。女優業の楽しさと難しさとはどんな？そうだな、この仕事を始めさせていただいてから、周りにはワクワクする人しかいないなっていうか、なんだろう、いつも誰かが刺激をくれるというか、なんだろう、そこについてかなきゃって思えなくなったら多分私終わっちゃうかなとか、それはすごく思うし、なんかそういう意味で言うとなんかもうちょっと難しいんだけど、自分を見失ってしまうと、あ、怖いなって思う時あるしね怖い。私はもうデビュー当時から周り大人ばっかりだったし、一生懸命大人にならなきゃと思ってた部分と、でも周りが大人になったったら逆に私はもう素直にいればいいんじゃないかって思う時と、だからそのバランスの取り方が前は難しかったなって思って、ゆうちゃんはどうしてるのかなって50-50ぐらいだったらちょうどいいんでしょうけどね、歌ってる時はさね、私を見てって思う？想像しますね。例えば、電車で2時間かけて来てくれたとか、例えば無理って親に頼んで、チケットを買ってもらった中学生とか、私のライブを見て、今日からもしかしたらギターを始めたいと思うかもしれないとか、すごいやっぱり精神的に、あ、すごく難しいとか、葛藤する時もあるんですけど、そういう時はなんかそういう風に考えると自然と力が湧いてくるみたいなのがすごいなって思う、そうか、そういうことを考えながらステージに立ってるわけだね、ゆいちゃんのライブを見に行くと、そこに自分が立つって想像したらなんか、まあ、怖いと思って、どうしてるんだろうって、
でも本当に1対1って考えるみたいな感じなのかな。なるほどね。1対100とかじゃなくて、うん、1対1がいっぱいあるみたいな。大勢の人と接してるではなくて、うん、今一人一人とこうキャッチボールしてるっていう。キャッチボールしてるみたいな、うん、って考えると、うん、あそんなに大丈夫みたいな。ゆうちゃんなんか変わった？まあ母親とか、うん、なんかそう親孝行になれるようななってるんじゃないかなっていう、うん、できたら もっともっとできたらいいなっていう気持ちで、うん、なるほど、なってますね、うん。お酒は飲みますか？唐突ですが。はい。お酒ですか？うん。お酒は二十歳になったんで、うん、まあ、飲んでみたりしたんですけれど、すごいこう頭がぼーっとして、うん、びっくりしましたね。なんだろうみたいな。やばいって。なんかぐるぐる回ってる感じ。なんか人の話が聞こえなくなって、なんかこう理解し、あれ何言ってるのっていう状態でずっと聞いてるみたいな。気をつけてね。さらわれるから気をつけてね。うん。全然変わったりしないんですか？よく喋るとか、よく笑うとか、 あと長いって言われたことはある。長い、うん、意外ですね。かな、うん、じゃあ一つ質問です。はい、私の家に遊びに来てくれますか？あ、ぜひ。本当に？はい。あ、嬉しいな。なんか夜中になると一人で本読んだりとか、うんうんうん、パソコン開いてメールのチェックしたりとか、うん、そういう時間をたまに設けていて、うん、なんかそういう時にゆうちゃんとか遊びに来てくれたらいいなってたまに思う時があって、試しに今日聞いてみようかなと。ぜひギター持ってきますね。あ、うわ楽しみ。うん、肉じゃがとか。うん、作れるよ。うん、あの結構あの料理ができないんで。そうかな。教えてもらえたら。はい、はい、じゃあ晩ご飯作って待ってます。あ、ぜひぜひ遊びに来てください。邪魔したいと思います。、はい、邪魔したいです。じゃあピンポンダッシュ。いや、それも困るので、夜中は勘弁してください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、うん。